JRA は13日、長野モーゾー機種22から機種免許の取り消し申請があり、同日付で機種免許を取り消したと発表した。写真あり、JRA 通算100勝を達成した長野モーゾー、技術面などまだまだ足りない、と語っていたが、長野は10月5日から6日にかけて、東京競馬場調整ルーム居室内に通信機器、スマートフォン、お持ち込み、通信していた事実が判明。8日から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止するとしていた。JRA はこの日、長野について継続的に調整ルーム内でスマートフォンを使用していたこと、携帯電話を2つ所持し、1つを預けてもう1つで複数回、外部の者と通信していたこと、骨折休業中に親族に対して予想行為を行っていたことを明かした。長野モーゾー、長野竹蔵、2002年、平成14、9月8日生まれ、新潟県出身の22歳。父、竹志さんが宮本武蔵のファンで、一字を取って名付けられた。21年3月に美保、伊藤慶厩舎所属でデビューし、同3月6日の中山 3R、玉もヒップホップ、で初騎乗初勝利。JRA 通算2501戦111勝。1メートル61、45キロ。